皆さん、こんにちは。5人でも大ヒットした女優、北島麻衣の息子の逮捕で、暴露された虐待の内容に恐怖を覚えた。今日は、北島麻衣さんのことについて紹介します。まずは、北島麻衣さんの経歴とプロフィールから紹介します。北島麻衣は、日本の元女優である。本名同じ、神奈川県茅ヶ崎市出身、母親は内藤陽子、父親は北島周、2歳の頃に、両親と共にアメリカ合衆国へ移住、カリフォルニア州で育った。他に、アメリカで誕生した弟と妹がいる。また、母方の大叔母に和田妙子が、父、祖母方の大叔母に小桜陽子がいる。岩倉朋美は、5代前の先祖にあたる、ベジタリアンである。芸能界デビューは1986年、奥田瑛二と共演した、コンパクトカメラ、ニューカルディアンの CM である。1987年には、フジテレビの年末キャンペーン CM に起用された。1988年、父がプロデュースしたシングル、ウィスパーで歌手デビューする。同シングルが挿入歌となったフジテレビ系、ドラマ、ときめき盛りで初主演。女優活動を開始する、翌1989年、NHK 大河ドラマ、春日の局に茶々役で出演した、帰国子女のキャラクターを生かし、花金データランド、そして KDD の国際電話や英会話学校の CM に出演したが、アイドルとしては低迷。1990年代半ばに入ってからは、単なるアイドル女優から脱皮して、時代劇への出演や現代劇でも悪女役、濡れ場などに挑戦する。2001年には、MYE、北島麻衣プラス篠山紀信写真集を発表した。私生活では、ワイルドデイコー、で共演し、長年交際していた大沢みきおと1996年6月、妊娠3ヶ月を契機に結婚する。その後男児を出産したが、2005年に大沢と離婚、2007年には写真集の仕事で知り合った男性と再婚、同年10月の婦人公論牛上で妊娠を公表した。翌年1月24日、北島は女児を出産、大沢との間に誕生した息子の親権は、当初北島にあったが、2007年4月に大沢に移った。しかし2013年に DNA 鑑定により息子と大沢との間に血縁がないことが明らかになる。その後、親権が北島に一旦戻ったが、北島が拒否したために息子は、アメリカにいる北島の実母である内藤陽子の下で育てられることになった。2015年11月30日、一連の騒動で、現在の家族との問題を起こしたくない事情などで、孔子のけじめ、などの理由をもって芸能界を引退、タレントの大沢みきおと元女優。北島麻衣さんの長男として、育てられた大沢玲児容疑者が29日、傷害容疑で逮捕された玲児容疑者は先週金曜の25日、都内で、交際中の20代女性に対し髪を引っ張り、殴り、首を絞めるなどの暴行を加え、全治1週間の怪我を負わせた疑いが持たれている。玲児容疑者は1997年に大沢みきお、北島麻衣さんの長男として誕生。2005年に離婚したが、北島さんが再婚した際に大沢へ親権が移り、大沢が玲児容疑者を育ててきた。しかし、2013年に大沢が玲児容疑者との親子関係不存在を訴え DNA 鑑定をしたところ、実の子供でないことが判明。2015年、東京家庭裁判所が、親子関係はない、と判決を下していた。2014年に行われた記者会見では、報道陣からの、16年間どういう思いで、育ててきましたか?という質問に、大沢は、自分の息子と思って育ててきました、と回答。今後も私のことを親父と思ってくれるのであれば、それはそれで光栄ですし、もう友達でもいいです。と涙ながらに話していた。今回の息子の逮捕について、関係者によると大沢は、ショックが大きすぎて、コメントできる状態ではない、という、元光源氏の大沢みきおと、元妻の北島麻衣さんの長男として育てられ、20代女性に暴行し怪我を負わせたとして、傷害容疑で逮捕されていた。大沢玲児容疑者が2019年2月8日、東京、北沢署から釈放された。午前11時10分過ぎに姿を見せ、集まった報道陣に約10秒ほど頭を下げた。
何か一言女性に対してはなどの質問が飛んだが、小さな声ですいませんでしたと改めて一礼し、知人とみられる人間が運転するワンボックスカーに乗り込んだ同容疑者は、大沢と北島の長男として97年に誕生したが、05年に離婚、13年大沢が DNA 鑑定をして実子ではないことが明らかに。寿王は今月2日公式ブログで、この度は大変ご心配をおかけいたしまして申し訳ありませんでした、ですが今とどまってるわけにはいかないのです、改めて今後ともよろしくお願い申し上げますと綴っていた。2015年、自身の子供について元の大沢みきおさんとの騒動に責任を取る名目で芸能界を引退した北島麻衣さん、大沢みきおさんと離婚後、すでに2007年には小学館に勤める和半直行さんと再婚していました。芸能界を引退後、メディアの前には姿を現していない北島麻衣さんですが、彼女の死因は何かという噂がネット上に流れたのです。現在死因は何かと検索されている北島麻衣さんですが、彼女は死亡していません。なぜ彼女の死因の噂が流れたのか理由も定かではありませんが、北島麻衣さんはタクラン女子として大きなバッシングを受けており、死亡という批判のコメントが流れたのかもしれません。また過去の映画私立探偵浜マイク罠で北島麻衣さんが快楽殺人の犠牲者になるシーンもあったため、死因というワードにつながった可能性もあるのではないでしょうか。ダウンタウンの松本人志さんは、番組内で北島麻衣さんの裁判が特集されるとひどいと感想を漏らしています。さらに人の死以外は笑いにできるけどこれは笑いにはできないといったコメントをしていました。北島麻衣さんは二度と芸能界へ復帰できないという意味で死因という噂が流れたのかもしれません。元の大沢みきおさんが息子の DNA 鑑定をしたのには理由がありました。北島麻衣さんとの結婚後、彼女が泥酔して帰宅した折に奥田瑛二さんから、息子は俺の子供ではないかと言われたと涙ながらに告白したようです。当時はそんなバカなことはないと否定していた大沢みきおさんでしたが、北島麻衣さんと奥田瑛二さんは付き合っていた過去もあり、ずっと気になっていたのだといいます。心の引っかかりを払拭するために受けた DNA 鑑定でしたが、大沢みきおさんとの不死の確率は 0% であるという辛い現実を突きつけられたのです。この件で北島麻衣さんは世間から大バッシングを受けることに、突然の引退から全くメディアの前に姿を現さず、死因という噂まで流れた北島麻衣さんですが、現在はどのような生活を送っているのでしょう。世間からもクズと呼ばれ冷たい目を向けられている北島麻衣さん、男性関係がひどかった彼女ですが、再婚相手とはうまくいっているのでしょうか。北島麻衣さんは大沢みきおさんと離婚した2年後の2007年に再婚しています。相手は写真集などの出版に関わる和半直行さん。一説では和半直行さんと再婚したのは枕営業で子供ができてしまったからと言われています。確かに2007年7月に結婚し、10月に妊娠を発表、1月には女児を出産しています。和半直行さんには黒い噂も流れており、写真集を出したいならば和半直行に抱かれることと言われているのだとか。どのようないきさつで再婚したのかは不明ですが、北島麻衣さんは子育てをしながら専業主婦の道を歩んでいるようです。北島麻衣さんは死因というワードとフォトグラファーというワード検索がついていますが、フォトグラファーになったという噂もデマのようです。現在フォトグラマーとして活躍しているのは長男である大沢玲二さんです。大沢みきおさんは息子の25歳の誕生日に肩を組み、息子の写真展をアピールする姿を投稿しています。北島麻衣さんの再婚相手は東京大学を卒業し小学館に勤める一般人男性、和坂直行さんです。和半直行さんは過去に週刊ポストの編集長もやっており、グラビアの担当をしていました。北島麻衣さんは2001年9月に写真集 MYE を出していますが、この時発売元となった小学館の和半直行さんと出会ったと言われています。和半直行さんと出会った時期は
大沢みきおさんと結婚していた時期と重なっているのですが、不倫の関係にあったかは不明です。北島麻衣さんの長男は DNA 鑑定の結果、大沢みきおさんとは血縁関係がないものと証明されました。すでに離婚した後に判明した事実なのですが、北島麻衣さんはこの事実をずっと隠したまま結婚生活を送っていたことになります。では長男である大沢礼二さんの本当の父親は一体誰なのでしょう。そしてなぜ二人は離婚をしていたのか、気になる真相を覗いていきます。1988年フジテレビ系ワイルドデイコーで出会った二人は付き合いを始めます。当時人気絶頂にあった光源氏、異性関係もあり別れたり付き合ったりを繰り返したと言われています。しかし1996年に北島麻衣さんが子供ができたことを告白し結婚に至っています。1997年に長男である大沢礼二さんが生まれました。大沢みきおさんは結婚中に自分の子供なのかと不安を持つこともあったようで、そのことを離婚後も引きずっていたのでしょう。2005年の離婚の理由は性格の不一致だと発表されていますが、一部では収入が激減した夫に対して北島麻衣さんが愛想を尽かし次の男性に乗り換えたとも言われています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。